皆さんこんにちは。私は青森中央学院大学経営法学部3年の丁文鳳と申します。今日は自分の心に従えというテーマを話します。どうぞよろしくお願いします。大家好，我是来自青山中央学院大学的郑文鳳。今天我所演讲的题目是遵从自己的内心。人们往往在追求完美的人生时，都会做出与自己心里不相符的决定，就算过上完美的人生也不会开心。在这里我想告诉大家，遵从自己的内心，不管做出什么选择，你都会开心。谢谢。私たちは子供の時、何も考えないで好きなことをして好きな話をしていたので、悩みもなかったし、本当に好きなように人生を過ごしてきました。でも年齢とともに人生は自分の決定によって変化していくものです。少し前の時代の人々は、自分の将来はどうするか、誰と結婚するのか、全て両親が決めてしまい、嫌でも従うしかなかったと思われます。それに比べて現代の人々は、自分で決定できるし、自分の心に従って好きな人生を過ごせて幸せなのではないでしょうか。私のことを例にとって話します。私の家族は旧時代の家族みたいです。私は生まれてから留学する前まで、何をやるべきか、何を勉強するべきかを父が決めていました。父が厳しいので反論できなくて、父の決定に従いました。中学校の時に勇気を出して、バスケットボールをやりたいと話しました。しかし父に、スポーツをしている場合じゃない、授業に集中しろと反対されました。その時から何か要求する勇気がなくなりました。高校を卒業した後、父は私を中国に留学させようとしました。その時、自分で決定しないと後悔するはずだと思って、日本に留学したいと言いました。驚いたのは、父が今回は断らなかったことです。父は、今後の人生は自分で決定しなさい、良くも悪くも自分で後悔しないと思ったら従えと言いました。やっと自分のことを決められるようになり、良かったと思い、その時は私の人生の中に一番嬉しい瞬間でした。今もその決定に従って日本に留学し、そしてそれを一度も後悔したことがありません。自分の決定は絶対にいい決定なわけではなく、時々間違った決定をしてしまう場合もあります。しかし、完璧ではない人生こそ面白い人生なのではないでしょうか。人生は絵として考えてみます。完璧ではない人生は色が欠けている絵です。私たちは好きな色を選んでつけられます。たとえ選んだ色をつけて絵が汚くなるとしても、自分の決定なので、その間は楽しいです。後悔したとしても、それも経験として再び犯さないように覚えられます。だから完璧ではない人生は面白いです。人々の運命はみんな違います。けれども、人々が自分の人生を自分で決定できるのは、この世界の良心だと思います。完璧な人生があるのが大事なのではなく、人生を自分で決めて、そして真剣に送ることが大事です。ですから、いい決定か悪い決定かにかかわらず、自分の心に従うのは大事だと思います。自分の過ごしたい人生を自分しかわからないので、他の人の決定に聞いてばかりいるのは人形と同じです。完璧な人生を過ごしたいので、自分に合っていない決定をしてしまう人が多いです。でも、いい決定だとしても、自分が好きではなかったら嬉しくないでしょう。たとえ完璧ではない人生になるとしても、
その決定を好きな気持ちさえあれば十分です。人生は完璧ではないからこそ現実感がある、そして個性的なものです。完璧ではないからこそその生活を大切にするべきです。ですから心に従って過ごしたい人生を過ごすべきだと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。青森中学院大学経営法学部の3年生のチャンムと申します。今日は私を変えてくれた出会いというタイトルでスピーチします。どうぞよろしくお願いいたします。Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đỗ Ngọc Phương Trâm, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa luật quản trị kinh doanh trường Đại học Aomori Chugakuin Daigaku, tỉnh Aomori, Nhật Bản. Mình rất hân hạnh khi có cơ hội tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật năm nay do trường mình đăng cai tổ chức. Trong phần thi hùng biện lần này, mình xin chia sẻ câu chuyện về một cuộc gặp gỡ đã thay đổi bản thân mình trong những năm tháng đầu tiên bước chân đến Nhật học tập và làm việc. Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ phần thi của chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Minasan wa jibun no yume wa kanadasu ni setsuien dekiru to omotte imasu ka? Watashi mo izen wa sou omotte imashita. Gokou sei no toki, watashi no yume wa Nihon ni ryugaku surukoto deshita.日本に留学さえできれば私の人生は成功すると思っていました。2019年、私は大きな期待を持って日本に行きました。しかしその夢は日本に来てすぐに崩れました。日本語が分からず言いたいことが言いませんでした。日本人の話も聞き取れませんでした。それに私は内気で自信もなかったので友達もできませんでした。一人暮らしはとても寂しかったです。勉強も思う通りにできなかったので成績も良くなかったです。どうにかしなければと考えれば考えるほど私はますます不安になりました。そんな苦しい状態が長く続いていました。しかし、その苦しい時期を終わらせてくれたことがあります。それはアルバイトを始めたことです。自分を変えたいと思って、去年6月からコンビニでアルバイトを始めました。バイトを始めたおかげで、たくさんの人に会い、日本語を話す機会が増えましたが、私にとって最も幸運なことは竹内さんという方に会ったことです。竹内さんはいつも私の間違った日本語を直してくれます。私が間違えると、そうじゃなくてこうだよと正しい表現を教えてくれます。そしてチャームの日本語はまだ上手じゃないから、もっと頑張って日本語を勉強してねと私に言ってくれます。ほとんどの日本人は私に、日本語が上手ですね、日本人みたいですねと褒めてくれます。人は誰でも褒められたら嬉しいものです。褒めることは悪いことではありません。しかし褒めるだけの人は私のことを真面目に考えていないと思います。でも竹内さんだけは、まだまだ上手じゃないよ、勉強しないと将来の人生がもっと苦しくなるよと言ってくれます。竹内さんは真剣に私のことを考えてくれるからこそ、私に対して厳しいことを言ってくれます。私は
竹内さんの厳しさの奥に優しさがあると気づきました。その言葉で私は以前よりもっと一生懸命日本語を勉強するようになりました。その結果、今私は自信を持ってここに立ってスピーチしています。皆さんの周りに自分に対して厳しいことを言ってくれる人がいますか？もし そんな人がいたら、その人は皆さんにとってとっても大切な人だと思います。その人は皆さんを今よりもっと成長させてくれる人であり、大切にしなければならない人です。最後になりますが、私が最も苦しい時に力を与えてくれた竹内さんに心から感謝したいと思います。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。私は青森中央学院大学経営法学部4年ファムハーチーと申します。今日は親と一緒に過ごせる時間というテーマについてスピーチをします。よろしくお願いします。Xin chào mọi người, mình là Chi, sinh viên năm tư trường đại khoa kinh tế luật trường đại học Aomori Chuogakuin Nhật Bản. Chúng ta còn nhiều thời gian như cha mẹ thì không. Có bao nhiêu người nhận ra điều này trước khi có muộn? Có bao nhiêu người đã phải nói giá như cha mẹ ở bên ta nhiều hơn, giá như ta đã yêu thương và ở bên họ nhiều hơn. Trong cuộc thi lần này, mình sẽ nói về chủ đề thời gian chúng ta ở bên cha mẹ. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Mình nói rằng自分が親と一緒に過ごせる時間はどのぐらい残っているかを考えたことがありますか？ずっと小さい時から学校に入って卒業するまで毎日親と一緒にいる生活は永遠に続くわけではありません。しかし就職し社会人になってから多くの人々が親と離れて都市に出ます。では、親と一緒に過ごせる時間はどのぐらいなのか少し計算してみます。親と離れて暮らしている人の場合、1年のうちお盆に3日、お正月に3日など1日親と会う平均日数を6日とします。しかし、実家に帰っても丸1日一緒に過ごすわけではありません。調査によると、親と顔を合わせるのは1日平均4時間程度です。6日間かける4時間は24時間です。皆さん、1年間365日あるにもかかわらず、親との時間は1日しかないということについてどう思いますか？それに加えて、親と一緒にいるとき、いつも幸せなことばかりではないんでしょう。誰でも親と喧嘩したことがあると思います。私もそうです。私は中学生から日本語を一生懸命勉強して、今は日本に留学できています。でも最初は、親は私に日本語を勉強させませんでした。日本語にしか興味を持たなかった私は、自分のことだけ集中して家族みんなのアドバイスをよそに何回も喧嘩しました。日本語の勉強を反対した母は英語クラスの送り迎えをしてくれましたが、日本語クラスには私が一人で歩いてきました。毎回歩いて通う頑固な私の姿を見て、母はようやく日本語の方が私向いているものだと認めてくれるようになりました。自分の判断は正しかったかどうか今でも分かりませんが、英語の勉強を勧めた母に私が心配をかけたことに対しては、親に謝った方が良かったと思っています。
でもどうやっても親に謝る言葉が見つかりませんでした。私はその時のことをまだ謝っていませんが、今は後悔しています。ありがとうやごめんなさいなどの感謝や謝罪の言葉は大事な人に対してなかなか言えないものです。私たちが大きくなれば親はだんだん年を取るものです。成長して人々は仕事が忙しくなり、親に連絡するのことを忘れてしまいます。仕事のためだけでなく、今はコロナウイルスのせいで多くの人が実家に帰れません。しかし現代は顔を合わせなくてもスマホのビデオ通話を通して親に連絡することができるし、毎日親の様子も確認できます。家族は誰にとっても欠かせないものです。社会の流れに身を任せて、親は年を取って病気になってから急いで親孝行しようと思った時にはもう遅いかもしれません。長い人生の中で親と一緒に過ごせる時間はとっても短く、多くの人たちが親ともっと語り合えばよかった、もっといろいろな場所に連れて行ってあげればよかったと後悔すると言います。だからこれから親に会える時には会って、会えないなら電話をかけて自分の思いや気持ちを素直に語り合い、後悔しないように生きていきたいです。私のスピーチは以上です。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。私は青森中央学院大学経営法学部の2年生ベンツです。タイトル来ました。今日は留学という夢を叶えた私はというタイトルでスピーチします。どうぞよろしくお願いします。สวัสดีค่ะชื่อเบนค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอโมริจูโอกะควินไดกากุค่ะหัวข้อสุนทรพจน์วันนี้ก็คือตัวฉันที่ทำตามความฝันได้สำเร็จค่ะฉันเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็มีความฝันเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าความฝันของฉันก็คือการได้มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็ได้ทำตามความฝันของฉันสำเร็จแล้วแต่ว่าระหว่างทางนี้ก็มีทั้งสุขและเศร้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันก็เลยจะมาบรรยายเกี่ยวกับความสุขความเศร้าที่ฉันเคยเขียนไว้ในไดอารี่ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ว่า高校時代から日本語を勉強して、いつか日本に留学したいと思っていました。外国語をその国で学ぶのは、私のような高校生にとって夢の始まりでした。そして日本に来た時は全てがよく見えました。日本に来た初日の日記に私はこう書いています。今日私は留学という夢を叶えることができた。留学では新しい世界に触れ、新しい経験をし、一人で生きられるように頑張らなければいけない。でも実際に日本人の話す日本語はとっても早く、私の知っている日本語ではなかった。今は日本語を理解できないし、うまく話せないけど、留学はこれから怖いことばかりではなくなるかもしれない。それに挑戦することは価値があることだ。必要なのは挑戦するための勇気。そのほんのちょっとの勇気で、私は日本に来ることができた。日本に留学できて私は幸せです。このように留学初日、私はこれからのことに期待していました。しかし日本に来て49日目の日記にこのように書きました。テストの点数を見てがっかり。日本語の勉強に非常に難しさを感じる。今自分は留学して幸せなはずなのに、どうしてこんなに疲れているのか。その時留学は楽しいものではないと初めて思いました。しかし
私の気持ちは再び変わりました。ある日、私はバスに乗って出かけようとしていましたが、どのバスに乗ったらいいか分かりませんでした。その時に日本人の女性が来て英語で話しかけてきました。私が日本語で返事をすると、その人は私が日本語を話せることにびっくりしました。その時時間がなくて焦っていた私の日本語は間違いが多かったのですが、その人は私の日本語を笑ったりしませんでした。むしろ注意深く聞き励ましてくれました。この経験で日本語を間違えることを恐れていた私は、間違うことは恥ずかしいことではないと学べ、励まされました。そして日本語の勉強、日本語を話すことにもっと前向きになれました。去年の春に始まった留学には楽しい時もあり、落ち込むこともありました。しかし私はいつも自分に言っています。悲しみの後には幸せが来る。悲しい気持ちでいっぱいになっても落ち込むな、大丈夫、その悲しみは自分の勇気で消えるから、と。日本での留学もあと2年で終わりです。それを考えるととっても悲しくなります。だからこそ一日一日大切にしていくと決心しました。ずっと夢だった日本での生活の全ての出来事によって私は大きく成長できたと思います。もちろん時々思うように生かす、イライラしたり疲れたり寂しくなったりもしましたが、留学では言語だけではなく異文化を理解する心、他の人とコミュニケーションを何とか取ろうという姿勢を得られました。これからもきっと思いもよらない問題に出会い苦しむでしょう。昔の自分はすぐ諦めたかもしれませんが、今の自分ならきっと解決できると思います。留学は自分を成長させるための一つのチャンスであり、さらなる夢を叶えるためのステップです。留学によって少し強くなれた私は、たとえどんな困難に出会っても諦めずに精一杯頑張っていきます。ご清聴ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は青森中央学院大学経営法学部3年の孫慶信と申します。今日はインド魅力というテーマを発表します。大家好，我是来自青森中央学院大学3年的孙庆晨。今天我要演讲的题目是押韵的魅力，从中国的古诗到现在现代艺术的音乐，我们的押韵从来没有停止过，请大家期待我今天的演讲，谢谢。皆様、語彙の韻について考えたことがありますか？私は中学の時から日本語を勉強しています。ある日、授業で俳句を習いました。俳句を知ることによって、日本語の韻は中国語の韻は違っていることが気づきました。日本語の俳句は五七五の文字数を基本としており、江戸時代には十七五の文字数とも呼ばれました。俳句の起源は中国の絶句詩です。徒歩という詩人が日本では有名です。漢字にはいろいろな読み方があり、日本語の漢字の読み方では字数が異なるのでうまく韻を踏むことができません。そこで昔の人はひらがなの発音字数で俳句を読むことにしました。それに対して中国語の韻は現在姿勢に分かれますが、昔は平仄という2つの音に分けました。ここで昔の詩を中国語で読みたいと思います。音を楽しんでください。两个黄鹂鸣翠柳，
一行白鹭上青天，窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。いかがでしたか？現代では日本語でもヒップホップやレゲエで韻を踏むということが気づきました。例えば学生なら母音がアウエイになるので、それと同じの母音は革命というような表現を組み合わせます。そうすると学生の革命のようになります。これはライミングといい、1980年代にヒップホップミュージックが日本に輸入されてから、今ではラップをするとき当たり前に用いられています。日本語は発音しにくくて動詞が最後に来るので、ラップをするときつまらない言語だと思っていました。しかし体言止め、つまり名詞を文を終わらせる方法があることに気がついてから、4小節から8小節ぐらいで綺麗でまとまった韻を踏むことができることが分かりました。それからは私も日本語のラップを楽しめるようになりました。どんな言語にも独特の魅力があります。その言語のどのように楽しむか自分で見つけ出すことによって、その言語の魅力に気づくことができます。外国人として外国語を勉強するときも、その言語の魅力を探し出せば、もっと効果的に学習することができると思います。皆さんも言語の魅力を探しみてください。私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございます。青森中央学院大学経営法学部3年生のセリナと申します。毎朝から来ました。今日はスマホによって失われたものというタイトルでスピーチをします。どうぞよろしくお願いします。大家好，我是来自青森中央学院大学3年生的蔡逸文，我来自马来西亚。今天我想带来的主题是因为电手机而带来不好的影响。随着科技的进步，几乎人手都有一架手机。比如说手机为我们生活带来很多好处，比如说和远方朋友聊天或者在网上购物。手机虽然丰富了我们的生活，但也带来一些不好的因素。长时间沉迷于手机，和周围的家人朋友聊天的次数逐渐减少，生活节奏也被打乱，使健康开始下降，所以我决定戒掉手机，来去更好的健康的生活，然后也为了跟和家人朋友的关系更加友好，我选。現代社会においては老若男女問わずみんなスマホを持っています。ある日、親戚と一緒に食事をしたときに、親戚の子供が急に泣き出しました。驚いたことに、親戚は子供に動画を見せたのです。また、周りの人を見たら、みんなも自分のスマホをいじっていることに気づきました。親がスマホを取り上げると、暴れた子供が親を泣くという事件も起きているそうです。その後、スマホは私の生活にどのくらい影響を与えているかと考えました。インターネットの発展とスマホの普及に伴い、スマホは身近なものとなり、私たちの日常生活にますます重要な役割を果たしています。スマホを利用すると、いつでもどこでも友人と連絡を取れるだけでなく、家にでもアマゾンなどを通じて自分が欲しいものを買うこともできるようになりました。スマホ
スマホはとても便利なものなので、授業や食事、運転中などで空き時間があれば、です。で、スマホを取り出して SNS を開いてしまいます。特に朝起きてすぐに SNS を開いて友人の投稿を見たり、夜にゲームをしたりしてついつい楽しくて長時間を使い続けてしまいます。 SNS を眺めたり、家でずっと一人でゲームをしたりして多くの時間を浪費しているので、家族や友人との会話が少なくなるだけでなく、食事も時々取らないので健康にも悪いと思います。私も2年生の時、スマホを使いすぎで生活のリズムが乱れて、学校では集中力がだんだん落ちてしまいました。このまま続ければ自身の健康が悪化するだけでなく、学校の成績も落ちる恐れがあると考えました。生活のリズムを整えるために1ヶ月前からスマホをやめるため2つの計画を立てました。スマホが身近にあるとつい SNS が気になって集中ができなくなります。そのために勉強をするときにスマホを引き出しの中に入れておいたら勉強に集中できるようになりました。電子カードに以前より短時間で完成できたので、読みたい本がやっと読めるようになりました。自分の時間が増えたおかげで今までできなかったことがだんだん達成できました。また夢中になってスマホを一度とすぐに1、2時間を過ぎて気をつけないと寝るのが遅くなってしまいました。そのために寝る前は手元から遠い場所に置いてきちんと本を読みました。その結果、よくぐっすり寝られるようになって疲れも取れるようになりました。スマホをやめたら SNS で友達とコミュニケーションが取れないで、新しい情報を入手することもできないかもしれません。しかし、スマホをやめたからこそ家族と周りの友人との関係がもっと充実したものになりました。最初は辛くなりましたが、スマホを見ない時間が長いほど周りの難しさを見つけることができます。スマホは人間の生活を良い便利に作られたものなので、人との距離を引き離すためのものではありません。ですから、食事をするときなどもスマホを置いてきちんと家族や友人と話してみませんか。ご清聴ありがとうございました。みなさん、こんにちは。私は経営法学部3年のテイシアリーと申します。マレーシアから参りました。今日は私を前進させるアニメの名言というタイトルでスピーチします。大家好，我是来自马来西亚的郑孝礼。今天我想说的是，我学日语的原因，想表达的是，我看动漫，然后有学到了一些名言对我的帮助，然后我想分享一些我的经验。谢。今日は私が
なぜ日本語を勉強したいのかについて、私が影響を受けてきたアニメのセリフとともに振り返ってみたいと思います。私は中学の時、進学のプレッシャーに押しつぶされそうな毎日の中、一つの楽しみを見つけました。それはアニメでした。私は想像力が豊かで好奇心も強く、アニメの中の世界に憧れて、ああいう風になれたらいいなといつも思っていました。ですから自分が好きなアニメを何回も見て、その中のセリフを覚え、口真似を何度も繰り返していました。それが私の日本語の勉強のスタートでした。一番好きなアニメのセリフはスラムダンクの諦めたらそこで試合終了だよというセリフです。アニメの世界だけではなくて、現実でもどんなことでも諦めたら終了ですよね。自分の例にすると、私は優秀な学生ではなくて、中学3年の時に留年してしまいました。同じ学年を繰り返し、他人に遅れを取りました。しかし諦めたらそこで試合終了だよというセリフを思い出し、遅れても諦めずに頑張り続ければ最終的には他の人に追いつくことができると頑張りました。しかし留年した私を笑う人もいて、その度に自分の失敗を思い出させられました。そのような時はとても落ち込みましたが、新世紀エヴァンゲリオンというアニメの笑えばいいと思うよというセリフに支えられました。そして留年したこと、その悔しさを書き留めておきました。失敗を受け入れることによってのみそれに直面することができますが、私はこのセリフに励まされ失敗に立ち向かうことができたのです。私は高校卒業後、マレーシアの日本語学校で日本語を勉強し、その後日本に留学して、今も授業で日本語を勉強していますが、今後も日本語を勉強し続けようと思っています。私に勉強を続けさせるのは D グレマンというアニメの立ち止まるな、歩き続けろというセリフです。言葉は使わないと忘れやすいものなので、さまざまな活動に参加し、友達を作りつつ日本語を上達させていきたいと思っています。アニメなんてちょっと子供っぽい話をしましたが、アニメも私が日本語を勉強する立派な理由の一つです。私は自分が好きなものを他の人にも教えてあげたい。ですからマレーシアの日本語学校でも、青森中央学院大学でも、時々留学生の友達とアニメのことについて話して、アニメの面白さを他の人に伝えています。勉強にやる気が出ない時も、ダメだダメだ、アニメについてまだたくさん知りたいことがある、まだまだ語りたいことがあると今でも私はアニメに支えられているのです。どんな勉強でもそうです。勉強に疲れてイライラしている時は、心を静めて初心を思い出してみましょう。私の場合は日本語がわかるようになってアニメを見たいでしたが、歌を歌いたい、日本に旅行に行きたい、日本文化を知りたいなどなど、なぜ日本語を勉強したいと思ったのか、なぜ留学したいと思ったのか、その初めの頃の思いを思い出してください。そうすれば必ず自分の助けになるでしょう。ご清聴ありがとうございました。
日本人社内文化というタイトルでスピーチします。よろしくお願いします。新社会の名は新編ナンプトゥ花金帝学部長アンミジュ学院ミテラミフェ主題発表コメントナイラフェバンワシンドコメントヒマホンヒマナレバンワシンドイコメントイコーレバンワシンドイコメントイLà sẽ có người nghĩ là nó không thú vị, tại vì đất nước nào cũng sẽ có văn hóa xin lỗi. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình có thấy là văn hóa xin lỗi của người Nhật có thú vị hơn một chút so với những đất nước khác mà mình biết. Để biết xem là thú vị như thế nào thì mọi người hãy cùng lắng nghe bài phát biểu của mình nhé. Cảm ơn mọi người. みなさんは留学や日本で働く過程で自分のせいではないのに謝罪するというのを聞いた経験はないでしょうか。私はアルバイトをしているとき、自分のせいなのかどうかにかかわらず、日本人は一応最初にすることがよくあります。それは私はとても驚いて、これについて極めたいと思います。それは日本の謝罪文化と呼ばれています。イギリス放送協会によりますと、日本人が謝罪するということは非常に一般的であり、謙虚さを示す方法として使用されています。しかし外国人にとってはこれは珍しいことです。最初は私もそう思いました。日本では謝罪は人々に非常によく使用され、感謝の代わりにもなり、どこでも聞くことができます。日本人にとってこれはコミュニケーション文化における最小限の礼儀正しさを示す声だと思います。サウスチャイナモーニングポストによりますと、日本語には謝罪を意味する多くの単語やフレーズがあります。丁寧に謝罪、深刻な問題について謝罪、謝罪する態度で謝罪、謙虚さを表現するために、また自己非難の場合にも使用します。実際謝罪は日本での生活の一部になっているようです。謝罪は必ずしも自分が間違っていることを認めているわけではありませんが、時には前向きな姿勢、辛抱的、そして責任感を示しています。理由は何であれ、日本人は自分の過ちを最初に認めてから問題の詳細を学び始めることはよくあります。謝罪には少なくとも20の異なる方法があるそうです。すいませんという言葉を例に挙げますと、コーネル大学で日本語を専攻したラオリ・イノグマさんによりますと、すいませんという言葉の意味の 10% だけが謝罪であり、 90% は敬意、礼儀、誠実さを示すために使用されています。これはよく使われる言葉です。誰かがあなたのために何かをするとき、例えば邪魔にならないようにしたり、あなたのためにドアを開けたりしますと、すいませんというのが一般的な反応です。状況に応じて申し訳ないか、感謝のために使われています。私は現在飲食店でアルバイトをしています。仕事をしているとき、自分のせいではなく前のシフト人のせいである間違いをしましたが、日本人はまず最初に謝ります。前述中のように私はとても驚きましたが、調べてみたあと、この日本文化に興味を持ちました。ベトナムに行った時は謝罪をする前に私はいつも間違いの理由を言っていました。ほとんどのベトナム人はそのようにします。しかし日本でアルバイトをして以来、私はこの習慣を変えました。自分は間違っていませんが、
それは自分のシフトであり、自分の仕事なので、自分はそれに対して責任を負わなければならないと思うからです。ご清聴ありがとうございます。皆さん、こんにちは。私は青森中学院大学の慶応学部の3年生の徳と申します。今日、私は青森に迎えたお正月について発表させていただきます。よろしくお願いします。次はとかも見られる。やった、みなさんは、お願いこち、金銭、ロッ、ヘッ、ライオン。やった、みなさんは、お願いこち、金銭、ファッ、ファッ、ファッ、金銭、ロッ、中学、アモリ中学、グリーン大学。今日は、みなさん、最近、みなさん、向けて、アモリ、日本、にてな。có lẽ với mỗi chúng ta ngày Tết luôn luôn là một dịp lễ vô cùng thiêng liêng. Tuy nhiên, ai trong số chúng ta cũng biết rằng hiện tại tình hình Corona đang vô cùng phức tạp, vậy nên việc quay về đất nước của mình và đón một cái Tết đó là điều khá là khó đối với bản thân mình. Vậy nên hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ đến tất cả mọi người nỗi niềm của du học sinh nói chung và mình nói riêng, để qua đó mọi người có thể hiểu hơn về cuộc sống của du học sinh cũng như nỗi niềm của du học sinh. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.新型コロナウイルスの感染拡大により、私たち留学生は様々困難に直面しています。例えば、アルバイトの収入が減ったり、授業がオンラインになったりすることです。しかし、最も大切なのは帰国できないことでしょう。今年の春休みも夏休みも、私たちは帰国することができませんでした。特に2月の旧正月の時期に、帰国できなかったことは、私たちベトナム人留学生にとっては大変悲しいことでした。皆さんはベトナムの旧正月については知っていますか？ベトナムでは旧暦でお正月を祝いました。ベトナムのお正月はテッドと呼ばれています。ベトナム人にとってテッドは1年で最も大切な祭日です。旧暦の1月1日を中心に1週間ぐらいテッドの休暇になり、多くの人が家族に会いにふるさとへ帰ります。ふるさとに戻り、家族と過ごしながら祖先を思い出す日です。さらにテッドは感謝の機会でもあります。子どもたちは両親に感謝し、両親は祖父母祖先に感謝します。テッドの準備のためにベトナム人は家を掃除して、テッドの食べ物や盆栽などを買います。このようなベトナム人にとって深い意味のテッドのあるの時期に帰国できなかったことは本当に悲しいことでした。今年、私たちベトナム人は日本でテッドを祝いました。テッドに欠かせない食べ物はバイムチュンという豚肉のちまきの入ったという豚肉のちまきです。バイムチュンの材料はあまりにないのでインターネットで買いました。大晦日に私と友達はバイムチュンをたくさん作ってパーティーをしました。夜12時に私と友達はカウントダウンした後、スマホのビデオ通話でベトナムの家族に新しい年の挨拶をしました。元日には私と友達は青森駅の近くのお寺へ初詣に行きました。私は青森のお寺は初詣行くのは初めてだったので変な感じがしましたが、面白い経験ができました。東京や大阪などの大都市で帰国できなかったベトナム人はいろいろなテッドのイベントを開催しました。このイベントでベトナムの料理を食べたり、テッドの歌を歌ったり、ベトナムの伝統的なゲームをしたりして楽しく過ごしたと聞きました。来年のテッドは2月1日です。その時、コロナはどうなっているでしょうか？感染が収束してベトナムに帰国できればそれが一番嬉しいことだと思います。しかし今の状況を見ると、ベトナムのテッドも帰国できないように思います。
いつか新型コロナウイルスが収束したら、私は青森でベトナムのテッドのイベントを開催したいです。その時、ベトナム人だけではなく日本人にも参加してもらいたいです。そのイベントでベトナムの料理を食べたりして、ベトナムの旧正月を体験してもらおうと思います。私はベトナムの文化を紹介して、日本人はベトナムの生活を深く分かってほしいです。そしてそのイベントを通して、私は日本人と交流し、日本人の文化を知ることもできると思います。それらが日本の生活に慣れることにもつながるでしょう。私はふるさとの旧正月を懐かしく思いながら、日本人と交流し、ベトナムの文化を紹介できれば、それが一番素晴らしいことだと思います。皆さん、ご清聴ありがとうございました。この度はスピーチコンテストに参加して賞をもらっていただき、本当にありがとうございました。本当に嬉しかったです。今日の成果は私だけでなく、先生の方々も友達も家族のみんなも応援してくれるからこそ今の私がいます。本当に感謝です。ありがとうございました。今日は優勝したのは本当に嬉しかったです。まずはたくさんアドバイスをあげて、長く時間で一緒に練習してくれた児玉先生に感謝したいと思います。次は、私を信じてくれた家族や、友達や私にも感謝を伝えたいです。以上です。今日は初めてスピーチコンテストを参加しまして すごく緊張しました。でも賞状をもらって本当に嬉しかったです。私を教えてくれた先生たちに感謝したいです。特に風原先生に感謝したいです。ありがとうございます。今後も自分の心に従いやりたいことをやります。